フランスのペアが続きます。こちらもフランスの若手とご紹介しましょう。イザベラ・デロベル、20歳、女性です。そして男性がオリビア・ショーンフェルダー、21歳です。ここまで12位の2人の演技をご覧いただきましょう。この音楽やプログラム構成に気をつけないと不安的な印象を受けてしまうんです。はい、それはどういったところからですか？やはり音楽の性格自体がそういう表現になってしまう。なるほどね、はい、ただ非常にこの2人は接近して滑っています。ステップもしっかり踏んでいます。リフトも曲奏をよく表現していますので、まあ、ダンスの方にずっと近い演技をしてくれます。はい、フランスのペア、イザベラ・デロベル、オリビア・ショーンフェルダーの演技をご覧いただきました。パワフルなスケーティングの持ち味が非常に活かされたプログラムですね、はい、またスローパートではディープエッジを使ってクロスロールのテクニックで非常にダンス的な滑りを見せています。
やはりペア的にならないように随分工夫されていると思います。はい、ただその音楽の持つ印象というのは大きいですね。聞いてるとなんとなくペアの演技を見てるように思えてしまうところってのはないわけじゃないですよね。はい、前の方に滑ったスロバキアの組のようなのが本当にまさにペア的な荒い演技なんです。はい、これはもうそれを少し上達して上手くなった、うん、ダンス的なやはりテクニックを随分入れてあるので、はい、アイスダンスとしてはまあ許せる範囲かなって感じしますね。なるほどね。はい、今フランスのペアが2人続いたんですが、この2組ともまだ20代前半のペアでありまして、これからだんだんとまたフランスの中心となって活躍していくんでしょうね、この2組がね。そうですね、非常にライバル同士で、先に滑ったデニュー・ジャフレー組は、ね、はい、国内ではあちらの方が上の成績なんですね。はい、こちらは今度ヨーロピアン選手権で上に出たということで。そうですね、この時点でね。はい、ライバルがいるってことは非常にいいことだと思います。はい、その演技が終わった2人の得点が出ました。テクニカルメリットです。 4.7 低い得点2人います。あとは 5.1 というのが高い得点です。6点満点での得点となります。そしてプレゼンテーションです。こちらが 4.8 が1、2、2人いて、最高が 5.3 が出ています。フランスの2人、デロベル、シェンフェルダー、2人の演技をご覧いただいて、その得点でした。